アン・ラトリッチにちなんで命名されたとする通説のあるペンシルベニア州ラトリッチのキーストーンマーカー。ただし、この通説は疑わしい。アン・ラトリッチはエイブラハム・リン・カーンの初恋の相手とされる女性。ケンタッキー周辺ダーソンの近郊で生まれたアン・メイエースラトリッチは母、メアリアン・ミラー・ラトリッチと父、ジェームズ・ラトリッチの間に10人生まれた兄弟の 上から三人目であった。1829年、父はジョン・ m カメロンと共にイリノイ州のニューセーラムの町を創建した。彼女の人生に関する多数の物事は歴史の中に渦もれて失われているが、一部の歴史家たちは彼女がエイブラハム・リンカーンの初恋の女性だったと考えている。リンカーンとラトリッチの関係が実際にどのようなものであったのかについては、 1865年以来、歴史家たちや、そうではない門外館たちも交えて議論が続いている。もともとラトリッチは、詳細がよくわからないジョン・マクナマアという人物と、婚約しており、彼がニューヨークへ赴き、帰郷した時に結婚しようという話になっていた。ラトリッチがリンカーンと出会ったのは、マクナマアの出京後であり、マクナマアが、不在の間に二人は、恋に落ち、ラトリッチは、 マクナマーが自分を自由にしてくれたら、リンカーンと結婚すると約束したという。ラトリッチとマクナマーの間では、手紙がやり取りされていたが、その内容は徐々に形式的なものとなっていき、代わりに情熱は失われていき、ついにはやり取りは全く止んでしまった。ラトリッチの生前にマクナマーが帰郷することはなかった。1835年、チフスがニューセーラムで蔓延した。 アンナトリッチは1835年8月25日に22歳で亡くなった。この悲しい出来事はリンカーンに深い憂鬱をもたらした。歴史学者のジョン・ワイ・サイモンはこの主題についての私学史的検討を踏まえて入手できた証拠が圧倒的に示唆しているのはリンカーンがアンを深く愛していたため彼女の死が彼を深刻な抑鬱状態に 陥らせたということであると結論付けている。彼女の死の3年後に、匿名で、地元だけに発表された自殺についての、ザスーサイド、エッソリロキーという詩があり、これは広くリンカーンの作品だと考えられている。何年の後になって、リンカーンが最初に、アメリカ合衆国大統領に選出された時に、リンカーンの古くからの友人であった、アイザック・コグダルという人物が、 リンカーンがアンを愛していたという話があるが、それは本当なのかと問いかけた。リンカーンは次のように答えたという。それは本当だ。本当に私は愛していた。彼女を心から深く愛していた。彼女は聡明な少女だったから、きっと良き愛すべき妻になっただろうに。私は正直に真摯に彼女を愛したし、今もしばしば、しばしば彼女のことを思い出す。 アンメイエース・ラトリッチは、オールド・コンコード埋葬地に葬られたが、1890年に、埋葬地の敷地が売却されそうな動きが出た際に、同じ入りの異臭、ピーターズバーグのオークランド墓地に改装された。この改装の際に、簡素な破壊詩が花崗岩の記念碑に置き換えられ、次のようなエドガーリー・マスターズの詩が刻まれた。 Out of me a n w o r s h and unknown the vibrations of restless music, with Maris toward none, with charity toward all, out of me the forgiveness of millions toward millions, and the beneficent face of, a nation shining with justice and truth, I am a n l a t l a t z i who sleeps beneath these w i t s be loved in life of, Abraham Lincoln, wedded to him, not through union, バッドスルーセパレーション、ブルームフォーエバー、オーリパブリック、フロムザダストオブマイブザム。この詩を書いたマスターズは、伝記を綴るべき立場のものとして、アンナトリッチにまつわる話で、確かなことはほとんど見つからないと述べ、リンカーンは、生涯を通して、いかなる女性にも、深く関わるようなことはなかったとしている。リンカーンが1865年に暗殺された後、友人で、 法律事務所の共同経営者だったウィリアム・ハーンドンは、ラトリッチとリンカーンの恋愛関係の可能性を最初に示唆し、メアリー・トットリンカーンの怒りと同様を引き起こした。リンカーンの息子たちの中で一人だけ長生きした、ロバート・トットリンカーンも、ハーンドンの主張に怒った。しかし、ハーンドンは、その後の講演や著作において、この話を繰り返し語った。何人もの歴史家たちは、 リンカーンとラトリッジの関係があったとしても、それは極めて薄いものであったと主張している。歴史家のジェームズ・ジーランドールは、著書、リンカーン・ザ・プレジデントにおいて、シフティング・ザ・アン・ラトラジ・エビデンスと題した章を設け、彼女とリンカーンの関係の性格について、そのようなものは存在しなかったのではないかという疑念を述べている。ジャーナル・オブ・ザ。 エイブラハム・リンカーン・アソシエーションの著者ルイス・ガネットは、ジェームズ・ジーランドールが、アン・ナトリッチの伝説に引導を渡してから60年、近く立ち、伝説は、第2の死を迎えようとしていると述べた。しかし、リンカーンとラトリッチの関係について証言している人物は、ウィリアム・ハーアンドンだけではなく、リンカーンの人生における、彼女の位置づけを極小化しようとする動きは、 これまでのところ完全には成功していない。d w グリフィス監督の1930年の映画、世界の英雄では、ラトリッチが主要人物として描かれており、この映画ではウナ、マーケルが彼女を演じた。女優ポーリーン・ムーアが、アン・ラトリッチを演じた、ジョン・フォード監督の1939年の映画、若き日のリンカンでは、ヘンリー・フォンダが演じるリンカーンが、アンの死を受け、 彼女の母前で故郷を離れてスプリングフィールドで弁護士として活動するという運命的な決意をする場面が描かれている。ジョン・クロムウェール監督の1940年の映画エイブリンカーンでは女優メアリー・ハワードがアン・ラトリッチを演じた。この映画は同名の戯曲の映画化であったがブロードウェイ・シアターでラトリッチを演じたのはアデー・レ・ロングミアであった。後年 この芝居が1993年から1994年にかけて再演された際にはマリッサ・チバスがラトリッチを演じた。セス・グレアム・スミスの小説バンパイア・ハンター・リンカーンではリンカーンとラトリッチの関係がリンカーンの成長において重要な役割を果たすことになる。作中のマクナマーは吸血鬼である。ラトリッチがリンカーンと恋に落ちたことを知ったマクナマーは ニューセーラムに戻り、彼女を感染させて殺す。彼女の感染症の病床は、チョーチフスに似たものとされた。もっと早い時期に、伝統的な小説としてこの主題を扱ったものには、1919年に出版されたバーニー・バブコックの、ザソウルオブアン f トラッ a エイブラハム・リン・カーン、S ロマンスがある。ミニシリーズのテレビドラマ、サインド、シールド、 デリバードの2016年に放送されたテレビ映画5作目、フロムザハートでは、主人公のポスタブルたちが、アンからエイブに当てられた、病床に見舞いに来てくれた、彼への別れを告げた、バレンタインの手紙を発見する。ありがとうございます。